ガブリエレ・ミューンターは、主に、ドイツで活躍した、表現主義の女流芸術家で、ミュンヘン新芸術家協会及び、青騎氏のメンバー。絵画に加えて版画による、創作活動もした。また、バシリー・カンディンスキーのパートナーとしても知られる。彼女は、カンディンスキーの作品のかなりの部分を、第二次世界大戦中から戦後にかけて災難から、守り、後には、 青木氏の芸術家仲間の作品と自分自身の作品等を広く一般に公開した。ドイツ3月革命ガブリエレの父カール・ミュンターはベスト・ファーレンの商人で牧師の家庭出身であった。しかし1848年革命に参加した彼はその政治思想を危険視した家族の手でアメリカに追いやられた。彼はアメリカで司会士として生活を営み、 10年経たないうちに、裕福な身分となって、ドイツ人女性ビルヘルミーネ・ショイバーと結婚した。だが、自由を愛した夫妻は、南北戦争の嵐吹き荒れる、正常不安の合衆国を去り、ベルリンのウンターデンリンデンにある、大きな屋敷に移った。以下、本校で扱うガブリエレ・ミュンターを指して、ミュンターと記す。 ガブリエレ・ミュンターは1877年2月19日、三種の末っ子として、ベルリンに生まれた。一家は1年の後に、ベスト・ファーレン地方のヘアフォルトへ、そしてその後コブレンツへと引っ越した。馬術、スケート、ダンス、サイクリングに熱中して過ごした子供時代の記憶は、ミュンターの心に色濃く残った。また彼女は音楽を好み、楽譜を読み、聴き、 演奏して楽しんだ。数曲の歌曲も作曲している。1886年、父が高い。学校時代から、すでに芸術的才能を示していた彼女は、兄、コンラートの勧めもあって1897年春には、デュッセルドルフにある、女子芸術学校の門を叩いた。当時は、国立芸術院への道は女性に閉ざされていたのである。彼女はしかし、 自身の芸術的才能を開花させるためというより、むしろ絵画技法を身につける目的で絵の勉強を始めたのであった。同年11月には母も亡くなり、勉強を一時中断しなければならなかったが、学校に退屈していた彼女はむしろこの機会を前向きに捉えた。両親の残した金銭的遺産によることなく、 翌1898年彼女は姉と共にアメリカに住む親類のもとを訪ねた。2年にわたるアメリカ旅行で彼女たちはミズーリ、アーカンソー、そしてテキサスを訪れた。ミュンターは旅の様子をたくさんの印象深い写真で国名に記録している。また人物や風景、植物を数多くデッサンした。1900年10月、ミュンターは コブレンツに戻った。バシリー・カン・リンスキー1901年、ミューンターは、ミュンヘンへ移った。しかしこの時、その地でも女性はまだ公の芸術院への入学を許されていなかった。それゆえミューンターは、画家修行を女流芸術家協会の付属が、学校初級教室で続け、同年冬に、ビルヘルム・フュスゲンとバルデマル・ヘッカーによる、小さな、 しかし進歩的な芸術学校、ファランクスに移った。そこではカンディンスキーも、教鞭をとっていた。この学校においてミュンターは、アンジェロ・ヤンクのクラスで、モデルによる、肖像デッサンを6ヶ月間学ぶが、その修行期間が終わる前に、打体画のクラスに進み、ついでビルヘルム・フュスゲンの彫刻教室へ移った。彼の下で学んだ後、ミュンターは、 ラタイが教室や幹部に通い、そしてカンディンスキーの絵画教室へと移る。カンディンスキーとの出会いはミュンターの人生を大きく方向づけた。彼女はカンディンスキーのもとで初めて芸術が技能とは性格をことにする何者かであることを悟り、画家の内面的精神をフォルムによって絵画に表現することを学んだのである。 恋愛と旅行1902年夏、オーバーバイエルン地方コッヘルでのカンディンスキーによる夏季講習に参加。ミュンターは野外でたくさんの風景集作を制作したり、カンディンスキーと共に周辺をサイクリングしたりした。1903年、ファランクスグループの芸術学校はオーバープファルツ地方のカルミュンツに移る。同年夏にはカンディンスキーの夏季講習会に、 再び参加し、風景をモチーフとした、ペインティングナイフによる油彩の修作を初めて制作した。またミュンターは、木版画技術においても才能を示した。彼女とカンディンスキーとの関係は深くなり、恋愛に発展し、婚約にまで至った。しかしこの時カンディンスキーは、法的にはまだ他の女性と結婚状態にあった。彼らの恋愛関係は、 が学校の他の生徒には隠されていた。カンディンスキーは1年間彼女の教師を務め、その後学校は閉鎖したが彼はその地に泊まった。1911年までカンディンスキーは他の女性との結婚を維持したままであったにもかかわらず、ミュンターはこの恋人としばしば同性生活を送った。これは20世紀初頭におけるドイツの女性としては大胆な行動だった。 1904年以降彼女は幾度も彼と共に旅行した。これは当時カンリンスキーは妻のアーニャセミアキンとミュンヘンに住んでおり、ミュンターと共に過ごすためにはミュンヘンから離れる必要があったのである。1904年、オランダに4週間滞在する。翌1905年諸島には数ヶ月中に末え、旅行、二人は街の中で制作に忙しいんだ。 この時ミュンターは、カンディンスキーの数をもとに真珠を縫い込んだ刺繍を制作している。その後二人はイタリアを経由して、起用、ドイツ国内を美術研究のために短期間旅行した、後、11月にラパロへ旅立ち数ヶ月滞在した。ここでも彼らは、ペインティングナイフを用いた風景の修作やオーバンの、生物画を数点描いた。 1906年6月から約1年間、パリ近郊のセーブルに滞在。ここで、ミュンターはデッサン教室に通ったり、また、後期印象主義的な油彩の収作を多く制作した。1907年春、ミュンターは、サロンでザルティストザンデパンダンに絵画を6点、出品する。これは彼女にとって、初めての機会であった。秋には、 サロンドートンヌにハ版画やリノリウム版画をいくつか送っている。年末から翌1908年4月まで二人はベルリンに住んだ。この年、ケルンのサロンレノーブレが64点のミュンターの絵画作品を展示、同じコロボンでは彼女の全版画作品が展示された。南チロルへの旅行の後、彼らは再びミュンヘンに住むことを決めた。同年の夏を二人は、 画家仲間のアレクセイ・フォン・ヤウレンスキー、マリアンネ・フォン・ベレフキンと共に田舎町ムルナウで過ごした。このムルナウという町はバイエルン州に位置し、アルプス山脈を背にした丘陵地帯に佇み市が立つ絵のようなところであった。自然の中や町に出て皆で集中的に制作を行い、この地でミュンターは表現主義的色彩へと至る確かな一歩を踏み出した。 ミュンヘン時代1909年1月、カンディンスキーを会長に、ミュンター、ヤウレンスキー、ベレフキンを創立会員として、ミュンヘン神芸術家協会が発足した。年末に行われた、神芸術家協会第1回展には、ミュンターの油彩10点と規範が11点が展示された。ミュンターの家この年彼女は、ムルナウに家を購入、翌年以降彼女は、 マイナス数ヶ月をここで、カンディンスキーと共に過ごし、たくさんのミュンヘンゼン映画家を迎えた。そこに滞在したのは、マリアンネ・フォン・ベレフキン、アレクセイ・フォン・ヤウレンスキー、アドルフ・エルプスレーラであり、後には、フランツ・マルク、アウグスト・マッケも住み、そして作曲家のアルノルト・シェーンベルクもまた時折そこで、過ごした。このように、カンディンスキーを中心とした。 前衛芸術家が集った彼女の家は、ムルナウの人々から、ロシア人の家と呼ばれた。1910年の新芸術家協会、第2回展は、ブラックやピカソ、ルオーといった、特にフランスの国際的な芸術家の参加を得て、開かれた。翌1911年、協会内の対立から、メンバーの間に分裂が起こり、カンディンスキーやミュンター、フランツ・マルクが脱会する。 彼らは、青岸という若い芸術家集団の中核を成した。青岸共同の展覧会を通してミュンターは初めて大きな芸術的成果を体験した。第1回青岸展が開かれたのは、その年12月のことであった。1912年2月、青岸第2回展が開催された。この年のアンデパンダン展に、ミュンターは、絵画2点を出品している。 1913年1月には、ベルリンのシュトゥルムガローで、ミュンター初の回顧展が行われ、84点の会話が並べられた。1914年に第一次世界大戦が始まると、敵国人とのレッテルが貼られたカンディンスキーは、祖国ロシアに戻ることを考え始めた。1914年のうちに、ミュンターは、カンディンスキーと共に、ボーデン湖畔の街。 スイスのマリア・ハルデに移った。同年11月、バルカン半島を経由してカンディンスキーはロシアへ帰国した。ミュンターはチューリヒに残り、中立国スウェーデンでカンディンスキーに会う準備を始めた。1915年7月、ミュンターはストックホルムに移る。彼女は同地の芸術家たちと盛んに交流した。 年末にカンディンスキーと会い、翌1916年初頭には、ミュンターの尽力によりストックホルムのグメンソンガローで、カンディンスキーとミュンターの展覧会が何度か開かれている。二人は3月16日まで一緒に過ごしたが、それは、カンディンスキーとミュンターの最後の日々となった。1916年3月16日、 カンディンスキーは、ストックホルムを立ち、その後二度と、ミュンターと会うことはなかった。彼女はなおも、カンディンスキーと再会できることに望みを抱き続け、スカンディナビアで彼を待ち続けた。カンディンスキーから何の音沙汰もないのは、彼が、ロシア革命の混乱に巻き込まれているためだと、信じていた。しかし実際には彼は、 革命家中のモスクワで複数の芸術会委員会に所属して活動し、1917年2月に同地で軍士官の娘ニーナ・アンドレーフスカヤと結婚していた。1917年以降、カンディムスキーはミュンターとのほとんど全ての接触を拒んだ。その年のうちに彼女はカンディムスキーが別の女性と結婚したことを知った。これにより、 カンディンスキーとミュンターの関係は完全に崩壊した。この別離の後、ミュンターは絵筆を握ることが少なくなった。失意カンディンスキーが去った後もミュンターは、ストックホルムで様々なグループ展に参加したが、1917年を失意と孤独のうちに過ごした。彼女は1920年までの間、スカンディナビア半島で暮らした。 1918年には絵画作品100点を含む過去最大級の古典がコペンハーゲンで開かれるが孤独感と経済的困窮が常に彼女を追い詰めていた。1920年初頭に彼女はミュンヘンに戻った。この頃、うつ病が彼女の画業を一時的に妨げていた。制作数は非常に少なくなっていたがミュンターはケルン、ミュンヘン。 ムルナウに代わる代わる住み、ドイツ各地のグループ展に参加した。1920年以降、カンディンスキーとは代理人を通してコンタクトを持つが、それはミュンヘンに残したカンディンスキーの作品の所有権をはっきりさせるためのものだった。作品の大部分をミュンヘンに残したまま、ロシアへ戻ってしまったカンディンスキーは、 それを手元に置くミュンターに全作品の返還を迫ったのである。数年に及ぶ法的係争の末いくつかの対策はカンディンスキーのもとに返されたが、他作品の権利は全てミュンターに帰属することになった。だがこの時ミュンターにとって問題だったのは金銭的保障ではなくむしろ道義的な罪の償いだった。 再出発1922年以降ミュンターは自身の芸術の再出発を志し芸術家仲間との交流も深めていった1923年からは再び自然の中で力強い風景のスケッチを描いた1925年末には新たな芸術的刺激への期待を胸にベルリンを訪れたくさんの芸術家と信仰を結び ベルリン女流芸術家協会の展覧会などに参加した。1927年にはベルリンで開催された造形芸術分野で制作する女性展に作品を出品にしている。またこの年の年末、終生を共に過ごす伴侶、ヨハネス・アイヒナーと知り合った。彼は芸術史学者であり、 哲学者でもあった。1928年から徐々にアイヒナーとの関係は深くなっていった。二人はベルリンやミュンヘンの美術館を訪れたり、パリや南仏へ長期旅行に出かけたりした。旅先でミュンターは精力的に制作に取り組んだ。1931年から1933年にかけて多くの展覧会に出品した。 1933年4月には、ガブリエレ・ミュンター1908から1933点が、ブレーメンのパウラ・モダー・ゾーンベッカーハウスで開かれた。第三帝国の陰で、ミュンヘン、ドイツ芸術の家会館記念式典の様子ナチスが1933年に、政権を握ると、現代芸術への政治的弾圧が始まった。1920年代半ばから、 ドイツ造形芸術家連盟に所属していたミュンターは自動的に帝国造形芸術院の会員に組み込まれた。この時期にオリンピア通りの建設をテーマとする絵画の終作を制作。1936年には芸術におけるアドルフ・ヒトラーの道展に出品している。翌1937年、ドイツにおける芸術文化環境がますます厳しくなる中、 ミュンヘン芸術協会でミュンターの作品が何点か展示された。これがその後12年間で最も大きな彼女の展覧会となった。同年ミュンヘンで大廃芸術展が開かれ、ミュンターもアイヒナーを伴ってこれを訪れている。戦時中ミュンターはアイヒナーと共にムルナウにこもり、つつましく暮らした。展覧会への出展は禁じられた。 ミュンターは花をモチーフにした。生物が主に描き、それを売ったり食べ物と交換したりした。1944年12月13日、カンディンスキーが亡命先のバリキ近郊のイーシュルセーヌで亡くなった。第三帝国時代に、ミュンターは、ムルナウの家の地下室に、カンディンスキーの作品を隠して悲護し続けた。敗戦後1949年9月2日、 ミュンターは、ミュンヘンの芸術の家で開かれた青騎士会古典で代表を務めた。これは、ドイツの敗戦後最も重要な展覧会事業の一つであった。この展覧会により、青騎士の芸術家たちの作品が長年にわたる、いわれなき大敗芸術の楽園を薙ぎ払って、復権を果たした。翌1950年には、アイヒナーが準備した、ガブリエレ・ミュンター。 50年の歩み展が、ドイツ22都市を巡業。また、第25回ベネツィアビエンナーレには3点のミュンター、作品が展示された。その後もいくつもの展覧会でミュンターの作品が、公開され、公的コレクションによる購入も進んだ。1955年には、ミュンヘンのオットーシュラングルガローで、カンディンスキー、マルク、ミュンター、知られざる作品展が開かれ、 注目を集めた。また、同年、1905年から1955年までの美術を解雇するドクメンタ第1回展がカッセルで開催され、ミュンターもたくさんの作品を出品にした。翌1956年には彼女は造形芸術分野におけるシュートミュン編ン功労賞を受賞した。レンバッハハウスレンバッハハウス美術館1957年。 80歳の誕生日に際して彼女は自身の膨大なコレクションをミュンヘン氏に寄贈した。内訳は自身の作品群80点以上のカンディンスキーの絵画作品及び他の青騎手芸術家たちの作品であった。この一件によってミュンヘン市立ギャラリーのレンバッハハウスは人世にしてその名を世界に知らしめる美術館となった。 ミュンターを称えて、同年、カンディンスキーとガブリエレ・ミュンター、50年間の作品から展が開催された。1958年2月、ご反省の良き伴侶であったアイヒナーが高い。以後、ミュンターは、ムルナウで静かに暮らし、紙の小作品のみを制作した。1960年には初めて、アメリカ合衆国で、彼女の作品が展示された。 1962年5月19日、ムルナウの自宅で、ミュンターは息を引き取った。遺言により1966年、彼女の芸術作品や趣向、書簡などの遺品は、レンバーハウスに寄付された。またムルナウの、ロシア人の家は、今日では、彼女の個人的偉業に対する記念館となっており、そこでは、カンディンスキーとミュンターが、家具や壁に描いたもの、 および彼女たちの民芸品コレクションを見ることができる。美術学校、ファランクスで、カンディンスキーのもとに、絵画の勉強を続けたミュンターは、多く彼から影響を受けた。カンディンスキーの、反アカデミー的姿勢から、積極的に野外で外交のもとで制作を行った。これは、印象派の流れを引くものである。歌器講習でのミュンターの、鉛筆スケッチは、 風景をシンプルな輪郭線で捉えており、彼女の才能が伺われる。またこの時期木版画の技術も柴叩く間に体得し、盛んに制作した。油彩では、ペインティングナイフを用いて、カンバスに厚めに絵の具を置いていく技法で、ミュンターは描いているが、これはカンディンスキーを通して、美術学校の学生たちに広まった、後期印象主義の様式であった。 ミュンターはこの技法で風景や街並みを描いた。彼女の継ぎはぎのようなマティエールは一度描かれている対象をバラバラに解きほぐし、ペインティングナイフを使って調合された絵の具がきめの細かいレリーフ状のものを新たに作り上げている。またミュンターはくすんだ色調を増やすことでこの技法を洗練させた。シュタッフェル湖畔の街ムルナウ。 ハイムガルテン山頂からの長望旅行生活に一区切りをつけてミュンヘンに今日構えた頃ミュンターは芸術的転機を迎える夏のムルナウ滞在と集団での制作活動を通してカンディンスキーとミュンターは絵画技法の転換と模索していたオリジナルな表現手段を見出していった二人はペインティングナイフを画質に持ち替え きびきびした筆さばきと力強い色彩で身近な風景を描き始め、しばらくの後には、近郊の出現や、バイエルンアルプスの眺望を描いた。例えばミュンターの、ムルナウ、ブルクグラーベン通り、では、スーラなどに代表される、新印象派の天描技法とはほとんど対局を成すと、言っていいほど、大きな変化を見せている。ミュンターは、 ムルナウで新しいタイプの平面的で遠近法を超越した画面構成、簡潔でくっきりした暗い輪郭線と細部の単純化によるフォルムの強い規定、そして自然の事物に固有のものと考えられていた色からは完全に解き放たれた鮮烈な色彩といったもろもろを獲得した。平面上で黒い輪郭に取り囲まれるように仕切られたモチーフの単純化は それを獲得したヤウレンスキーが自分なりの考えでムルナウの友人たち特にミュンターに伝えたものだったが彼女はそれを自身の色彩表現で使用した1900年のムルナウの様子ムルナウではオーバーバイエルン地方の宗教的な民衆芸術との強烈な出会いもあった1909年頃から見られる二人の絵画の厳格な単純化は 民衆芸術の素朴で簡潔な手法に感化されたものであった。またミュンターは神秘化された宗教的な生物画を得得したが、これはカンディンスキーによって力強く複雑で内的な響きを持つと大いに称賛された。1911年に描かれたセイゲオルギウスのいる生物では青色を背景に白馬にまたがった聖人が竜に剣を突き立てている。 この頃描かれた宗教的な生物画は、ミュンターの画業と、青岸の芸術の双方にとって、唯一無二の特徴となっている。カンディンスキーは、この、セイゲオルギウスのいる生物を、年間し、青岸の挿絵とし、強く複雑な内面の響きと書き添えている。特に、ムルナウのガラス絵が、こうした宗教的絵画の源泉だった。当時のムルナウでは、ガラス絵職人が、 伝統的方法で制作を行っていた。反自然的な、輝くばかりの深い色彩や直接な表現は二人に強い影響を与え、自らガラスへの制作もした。また二人は、民衆芸術のみならず、素朴派やヨーロッパ以外の芸術からのインスピレーションを受けて、それまでの様式から脱却を試みたが、これを促したのは1907年から1909年。 頃にかけて、子供の描いた絵と関わり始めたことだった。子供の絵の極端な単純さが二人の絵画に、単純化、とりわけカンディンスキーにおける1910年から1912年頃の、絵画の形態の単純化をもたらした。1910年のミュンターの絵画、まっすぐな道で彼女は、ムルナウとコッヘルをつなぐ街道を描いているが、ここでは、 その当時彼女が制作した作品のいくつかに、すでに見られる、対象を抽象化する原則が忠実に遵守されている。その原則とは、決然とした態度で絵画の伝統的な描き方と、決別する、単純さへと到達することであった。この時期、カンディンスキーの作品には、ミュンターとの類似が明らかに現れているが、これは、 ミュンターの方からの影響によるものも大きかった。後年カンディンスキーは自身の芸術へのミュンターからの影響を否定しているが、総じてこの時期の二人は相互に良い影響関係にあったと言える。また、絵画の抽象化という点においては、カンディンスキーの方が積極的であった。ミュンターも時折彼の この姿勢に感化され、幾点かの抽象画を描いているが、それらは一から彼女の内面から想像したものではなく、生物画あるいは風景画のモチーフから導き出したものだった。故に、彼女の絵画は一生涯、対象たるモチーフから乖離することはなかった。しかしミュンターは、非常に迫力ある絵画を描いている。気分の直感的な把握。 単純化の才能によって彼女は、モチーフを、絵の中に高時な表現として昇華した。ミュンターの絵画の心のこもった表現は特に、生物画の神秘的な雰囲気に現れており、この点について、マッケが次のように指摘している。その点では、これは、ドイツ的なもので、幾分か古風で。 家庭的なロマンティシズムがあります。1911年1月9日付、アウグスト・マッケから、フランツ・マルク・アテ書管障害にわたって、画風を変化させ続けたカンディンスキーとは、対照的に、ミュンターは青騎士時代以降、自身の芸術を劇的に革新することはなかった。最終的にカンディンスキーは極限までフォルムを、単純化した、抽象絵画に到達したが、ミュンターは、 抽象的表現に至りつつも青騎士時代の特徴をよく残していた。ミュンターは様々な観点から語られる。すなわちドイツ表現主義の画家として、カンディンスキーと相互に影響し合ったパートナーとして、当時の進歩的女流芸術家として、そしてナツスの狂気からたくさんの作品を守った芸術家としてである。はじめドイツ表現主義に対して、 ホービスムの劣化コピーに過ぎないとの論調があった。中津区、フランス国内ではほとんど目殺されていた。その後、ドイツ現代芸術は、ナツスの一方的な芸術政策によって、致命的な打撃を受け、多数の芸術家がドイツ国外に亡命し、ドイツ表現主義に対する、正当な評価もなされなかった。第二次世界大戦後は、芸術界が、 それまでのパリ一元的な風潮から変化し、ニューヨークが芸術の一大中心となったこともあって、積極的にアメリカからドイツ表現主義の再評価がなされた。とりわけ、青氏をはじめとする20世紀初頭ミュン編での芸術運動が近代海外の突破口を開いたと言われる。ミュンターももちろん、その重要な一翼を担っていた。 ミュンターは単純化されたフォルムと色彩で対象を抽象化しているが完全な抽象海外移行することはなかった。芸術の前衛という点においてはその後抽象海外と進んでいったカンディンスキーの方が進歩的であったと言える。だがこのことは決してミュンターの到達点の低さを示すものではない。彼女は1911年の日記の中で モチーフの内面にあるものを感じ、モチーフの本質を抽象化して表現できるまでに、躍進することができたと語り、同時に、このきっかけとなったのは、フランスの総合主義であったと、自己分析している。ミューンターにとっての抽象化とは、モチーフが持つ形と、自分自身の持つイメージとを総合させることであり、そこに、彼女の芸術のオリジナリティがあったと言える。 表現主義の展開は、青騎氏の芸術家たちと相互に影響し合った、ミュンターなしにはありえなかったのである。ミュンターの時代、女性に対しては、公立アカデミーや観点はまだ門戸を閉ざしていた。しかし、市民社会が交流した18世紀から19世紀、ブルジョワ階級を中心に子女に対する教育熱が高まる中、娘にも文化的教養を持たせようとし始めて、 以来、芸術に興味を持つ女性も増え、女性のための芸術教育機関も増えていた。青年期のミュンターが生きた20世紀の初頭には、女流芸術家も稀ではなくなっていた。元来、女流芸術家にとって、その活動は、旧社会の飲酒を打ち破るというニュアンスが少なからず、あったが、とりわけ表現主義の時代には、多くの女流画家が、ニーチェやイプセンの新しい人間観。 女性間に影響を受け、伝統やブルジョアジーのモラルが規定してきた、女性らしさから脱却した、新たな価値観を求め、社会のアバンギャルドとしての自覚を、一層強めていた。こうした背景の中ミュンターは、デュッセルドルフやミュンヘンの女子芸術学校に満足せず、ファランクスの芸術学校の門を叩きただ一人の、女生徒として入学し、カンディンスキーと大胆に恋愛した。 しかし芸術面での彼女は、そうした旺盛な向上心や大きな恋愛とは、交代賞に、慶長や、木相といった作品タイトルにも示されるように、内面的で、思索的であった。このことは、同じ、青木氏仲間の女流画家ベレフキンが、来たるべき芸術とは、感情を揺り動かす芸術だと語って画面に、直接的に自己を表現しようとしていた点と、比較される。 また、彼女が国家社会主義時代にカンディンスキーらの貴重な作品群を守ったことは人類にとって大きな幸いであった。カンディンスキーとの作品所有権の帰属をめぐる激しい法律的競争の間、彼の多数の作品の大部分はミュンヘンの運送会社に留め置かれたままになり、そのための費用を何年もの間ミュンターが負担した。1930年代。 ナツスによる現代芸術球団が激しくなると、ミュンターは、その貴重な絵画コレクションを、ムルナウまで運び、自宅の地下貯蔵庫に引匿した。経済的困窮にも耐え、カンディンスキーの著作品と、青騎士の仲間たちによる絵画の大コレクションを、ナツスの弾圧と、第二次世界大戦の戦火から守り通した。ひとえに彼女の芸術を守らんとする不屈の意志の結果、 現在も彼らの作品を鑑賞することができるのである。1956年、造形芸術分野におけるシュートミューン変更老章を受賞また、ボンジョリュー美術館は、彼女の名を冠したガブリエレ・ミュンター賞を、絵画芸術分野において、女流芸術家に送っている。ウーテ・ミングスによる、カンディンスキー、ミュンター、ヤウレンスキー、ベレフキンとその仲間。 ミュンヘンシン芸術家協会がある。芸術家イズム、芸術運動都市その他。ありがとうございます。